はい、どうも大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はなんと冬に楽しみにしていたブランド、こちらブラームスについて本日はご紹介したいなと思っております。では本日も早速いってみましょう。ということで、ブラームスに関しては僕が秋の買い物の動画でご紹介していると思うんですけど、サインさんで以前はお買い物動画の時にセットアップを購入させていただきました。それとはまた別で僕は今年の2月ぐらいかに、展示会を行っておりまして、その際に展示会に行って予約をするってことなんですけど、つけたものがこちらでございます。じゃじゃん、中にも来てるんですけど、計3つご紹介したいと思います。ブラームスのブランドの説明はこちらにまた別で載せとくので、ちょっと止めながら見ていただければなと思います。本気僕結構その、TH 他いろんなブランドさんつけてると思うんですけど、ブラームスすごい楽しみにしていて、ブラームスなんで楽しみにしてるかというと、ベーシックで使いやすくてコーディネート合わせやすいアイテムがかなり多くて、もう本当にたくさんいろんなものとこなしができるなって個人的には思っていました。もともとベースがミリタリーベースなので、群物ディティールだったり本当に今のトレンドを汲み取って、とにかくカジュアルに使えるってところがすごい好きなところでございます。以前もお話したと思うんですけど、ブラームスのめちゃくちゃモードってわけでもないし、めちゃくちゃカジュアルってわけではなくて、その本当に真ん中にいるようなブランドさんな気がしていて、モードすぎるとすごいシーンを選んじゃうし、カジュアルすぎるとそれもまたシーンを選んでしまうんですけど、本当その中立にいるので、いろんなシーンでも使っていただけます。それこそ外に出歩くシーンでもいけるし、すごいガチガチなオフィスって今だいぶなくなってきてると思うので、オフィスカジュアルみたいなところにも使っていただけますし、特にアパレルのオフィスカジュアルとかだとすごい着心地も良くて着やすいアイテムが多いので、アパレル関係だったりとか、そういった PR の会社勤めてる方だったりとかはすごいいいのかなと思いますし、そういった着心地もかなりこだわっているブランドさんでございます。はい、こちらのコートでございます。商品名がウールカシミヤショートビーバーショールカラーコートで、名前でも入ってるんですけど、カシミヤがこのコートの中には入ってます。生地の割合で言うとウールが 85%、 カシミヤ 15%、 残りはエラジとかはコットンとキプラも採用されているという感じで、もうねめちゃくちゃ重そうに見えるじゃないですか。正直重いは重いんですけど、着た感じこの見た目ほどずっしり感もなく軽く仕上げてあります。カシミヤを混合した厚めのウールビーバー生地なので、すごい肌タッチが滑らかでチクチクしないってところが個人的にはこれの良かったところと、カシミヤが入ってるのでちょっとウール特有のガサガサ感がないというか、滑らかな表情が外から見ても伝わるようなコートになってますね。で、後ろに大きめのベルトでウエストマークすることができたりとか、そのままガバって着てもすごい様になりますし、この大きめのフラップのポケットとか、あとボタン配置、多分このボタンってそんなに必要ではないんですけど高めに配置してたりとか、そういったデザイン性が個人的には好きなので、なんか襟を立てて着てもかっこよかったですし、さらっと着こなせる一着なんじゃないかなって思ってます。やっぱりお値段がどうしても結構ね、してしまうところはあるんですけど、大人の一着というか、僕は今年の一軍として取り入れさせていただきたいなと思ってるので、本当にいいコートに出会ったなと思ったし、展示会行った時にこれは絶対つけるってなりましたね。で、値段見て結構渋ったんですよ。今季めちゃくちゃ買ってるってか、もうこれもそういった瞬間に、もうやばい、マジお金ないって感じだったんですけど、いやでもこんだけやっぱいいコートは自分の人生であんまり買ったことがないから買っときたいと思って購入させていただきました。で、サイズは3番です。着丈104、身幅62、袖丈が90って感じでございます。着用写真も載せておきます。次はこちらですね。ノルディック柄のニットを手編みで編んでるセーターで、ほんと一点一点アソートみたいな感じで一点物になってます。このローゲージの温かみのあるニットって本当に冬だけしか楽しめなかったりとか、これだけで冬感を感じられるシーズンのアイテムなので、ワードローブに一つあるとすごい便利です。デニム合わせたりとかで本当にシンプルに着こなせる一着かなと思います。男女問わず着ていただけるアイテムなので、プレゼントとかでもおすすめかなと思います。ざっくりとしたこういうニットって古着で探してもあんまりいいものが見つからなかったりとか、古着の雰囲気もかっこよかったりするんですけど、古着ベースブラームス自体もやってるので、古着のオマージュみたいな感じでノルディックっぽいのを手編みで作ったりとか
まあ、そういったところをざっくり編みにできるのは、まあ、今の現行のブランドの良さなんじゃないかなって思うので、今回こちらを購入させていただきました。配合がウールとアルパカ 25% 入っているので若干もちっとして、厚みのあるニットに肌触りがすごい柔らかい生地になってますね。アルパカ配合なのでやっぱり温かさもあると思います。で首のこの太いリブの部分とかもすごい可愛くて個人的には気に入ってます。秋冬はこういうコートの中に提案したりとか首元にハイネック入れたりタートルネック入れたりとかしてゆったり着たいと思いますし、これはなんかスラックスで合わせるよりも少し保湿かかったデニムとかでカジュアルに合わせてあげたいなって思ってます。はい、最後なんですけどこちら今僕が着てるオーバーオールになります。商品名はブロークンクロスオーバーオールっていう名前でございます。すごい特徴的なのが結構高い位置までジップで開けられる仕様なのでボタンと違って着脱がすごい楽で、少しここ開けたりしてここにロゴティーとか着てると秘書とかは、僕こういう感じ着てると思うんですけどロゴもの見せてあげたりっていう、こう抜け感も作りやすかったりっていう感じです。でこのアジャスターの部分が面白くて片一歩でサイズ調整をする形なので普通のオーバーオールと違って何がいいかというとこの左右でズレがないというところですね。一つで調整するのでここさえ合わせてしまえばあとは均等にサイズが合うというところが個人的にはいいなと思ったポイントです。立体的なパターンで少しね、丸みのあるシルエットが特徴のオーバーオールになってて実際には本当にこう丸くなってる、オーバーオールなんで可愛すぎないけどちょっとこうクラシックなイメージがあっていろんなアレンジもしやすくてモダンに寄せたりとかカジュアルにも寄せられるような印象です。こういうモダンなアイテムを逆に着崩す子供っぽくさせるっていうのもやりやすい。モダンなアイテムなんでもともと革靴で合わせてもモダンっぽくなるっていうところもこれのいいところですね。でブロークンツイルをベースに作ってるのでなんか光沢感と張り感がすごい綺麗です。ただコットンだけで作るってわけではなくてツイルになってるのでそこが高級感あって個人的には好きなのと肌にこう吸い付くような感覚で着られるのが気に入ってます。はい、ということで今ね3着ご紹介したんですがブラームスっていうブランドですね。コモリさんとかオーラリーさんとか好きな方とかも好きだと思いますしコモリさんオーラリーさんとはまた違った風合いのこういうミリタリーから提案してるブランドさんだったりシンプルな1着が好きとかこの1着で数年着ていきたいみたいな方にはぜひともおすすめのブランドなんじゃないかなと思ってますので知らない方はチェックしていただければなと思っております。冬に向けてこのコートとか着ていきたいですし、まあ、緊急事態の宣言も明けたところで海外旅行とかもねできるようになったら韓国とかもね行く予定になってるのですごい寒いところの地域でもこういうコートは役に立つんじゃないかなって思って楽しみにしております。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければなと思った方、ブラームス買ってみたいなって少しでも思った方高評価お願いします。チャンネル登録もぜひしていただけると幸いでございます。この着こなしはベアインスタグラムにも上げてますのでよかったらそっちのチェックもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。タイトでした。